アンヤ・コーロは複雑な家庭環境で生まれ育った賢作の人生を描く物語です。賢作は祖父と母の過ちにより生まれ、母亡き後突如現れた祖父に育てられます。京都の娘ナオコとの恋愛を経て結婚しますが、ナオコは賢作の留守中に不倫を犯してしまいます。過酷な運命と向き合いながら、賢作は絶望の淵をさまよい、自暴自棄になりながらも強い意志で幸福を追求し続けます。この作品は人間の弱さと強さ、そして運命に立ち向かう姿を深い心理描写で描き出しています。志賀直哉は暗く複雑な人間の内面とそれを取り巻く厳しい現実を鮮やかに捉え、読者に強い印象を与えます。